中で翻訳をやめてネイティブみたいに話せる英語学習法をお伝えしたいと思います。最初はめちゃくちゃストレスです。一回調べてそこで毎回また覚えようとしないでください。努力は夢中に勝てない。英語好きだからもう本当に英語聞きたいとか英語話したいと思っている人は継続もできるし、もう結果努力もできるんですよね。はい、どうもこんにちは。IT English のゆうたです。今日はですね、頭の中で翻訳をやめてネイティブみたいに話せる英語学習法をお伝えしたいと思います。まあ、なんで今日この動画を撮っているかっていうことなんですけど、皆さんこういう悩みってありませんか？ネイティブと話している時に全然話についていけないとか、言いたいことがあっても英語にすぐに変換できないとかって悩みありませんか？例えば海外ドラマを見ている時、英語字幕で見ようとしても全然何を言ってるか聞こえないとか、例えば海外の人たちと話している時にネイティブの英語がそもそも聞き取れない。でそこで自分の言いたいことを伝えようとしても、なんて言ったらいいかがわからないから結局黙り込んでしまう。今日はその悩みを解決するために5つの方法をお伝えしたいと思います。ぜひこの悩みがある方は最後まで動画を見ていってください。お願いします。はい、ではまず1つ目に、思ったことや考えていることを全て英語で言ってみるということですね。独り言で言ってみてください。例えばその勉強中だったりとか、将来について何か考えるときとか、まあ、それこそこの YouTube とかを見てもらってるときにも、アイテムの動画を見てもらってすごく面白いなと思ってもらえたら、 This video is so interesting とかっていう風に、何でもいいので自分の言いたいことをどん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 口に出してみてください。ただ注意点として、最初はめちゃくちゃストレスです。もう本当にもうこんなのやめようと思うぐらいストレスなんですけど、これから言う2番目に伝えることとすごく関連して大事な部分なので、絶対に覚えておいてください。はい、じゃあ、2つ目に、なんて言うんだろうって思った時にすぐに調べる癖をつけることです。でこれが1番目に言ったこととすごく関連するんですけど、1番目は自分の思ったことを口に出すって言ったじゃないですか。自分が思ったことを口に出した回数だけなんて言うんだろうって思う回数が増えるんですよね。でそのためにこう調べるわけですよ。自分でこう調べてみて、あ、そうなんだ、こういう風に言うんだとか、あ、こういう単語を使うんだとか、こういう熟語を使うんだっていうのを何回も何回も調べてみてください。これちょっと注意点っていうか tips みたいなところなんですけど、一回調べてそこで毎回毎回覚えようとしないでください。多分これ覚えようとしちゃう人っていうのは、完璧主義な人はもうどん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 こうもういっぱいいっぱいになりすぎてやめちゃうので、もう一回右から左に流すぐらいでいいです。ただ日常会話で使う表現って実は何回も何回もあれこれどうやって使うんだろうって出会うんですよね。なのでそのために調べて、あ、これ前もやったな、あ、これ前もやったじゃんっていう回数がどん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 増えれば増えるほど確実に定着していきます。そうすると語彙力も増えるし、もちろん単語力も増えるし、なんて言うんだろうって思った時にそれをそのまま引き出せる英語の単語倉庫だったり熟語倉庫っていうのは脳にできてくるので、それをまずは作ってみてください。で例えばですけど、人生は一度きりってなんて言うんだろうとか、これを英語で言うと You only live once っていう意味で、例えばこう YOLOって訳されたりとかもしますし、例えばリアライズとノーティスの違いってなんだろうとか考えてもらうだけでも、どん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 ストックが増えていくんですよね。これを何回も何回も日々日々繰り返すだけでも英語力、語彙力の向上っていうのは見込めます。3つ目に、聞いた英語を真似する癖をつけることです。でこれってもう本当に何でもいいんですけど、例えば YouTube 見てるときとか Netflix 見てるときとか、あと、Amazon プライムとか見てるとき、何でもいいんですけど、例えば僕だったら今 Netflix でハリーポッター見ることにハマっていて、その映画で出てくるこう Brilliant とか、こういうのを聞いたときにもうナチュラルに何回も何回も繰り返して言っていくと、実はその言い回しの表現っていうのが勝手に増えていくんですよね。あんまりすぐに伸びたなっていうことはなかなか実感できないんですけど、結局長期的に見ると実はじゃあ発音も良くなってるとか、なんなら英語も聞き取るようになっていく、それこそ単語だったり熟語が覚えられてるっていうことが起こるので、ぜひやってみてください。4つ目は、洋楽にハマるということです。これ結構皆さん意外かなと思ったかもしれないんですけど、なんか洋楽聞いただけだと英語なんて話せるならないよって言われる方結構いらっしゃるんですけど、これはもう本当考え方一つでもう全然違うんですよね。で洋楽にハマった方がいい理由っていうのは実は2つあって、1つ目が知らない単語に出会う回数がすごく多くなるっていうことなんですよね。これ1番目でも言ったと思うんですけど、これなんて言うんだろう、これなんて言うんだろうと思う回数が多ければ多いほど、必ず単語力だったり文法力、熟語の、量っていうのは増えていくので、これをどん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 まずはやっていける。あと2つ目としては、ただただ聞くだけじゃなくって、もう
歌えるレベルまでやってみてください。努力は夢中に勝てないってよく言われると思うんですけど、英語やらないといけないって思っている人よりも、もう英語好きだからもう本当に英語聞きたいとか英語話したいと思っている人はもう継続もできるし、もう結果努力もできるんですよね。なので英語もうめっちゃ楽しいじゃんっていうところまでまずは持っていってほしいなって思います。その中でも洋楽をおすすめする理由としては、歌詞の暗記をしろって言われたら結構きついんですけど、リズムに乗って覚えてねって言われると意外と覚えてたりとか言えたりするんですよね。そうすると結果的にナチュラルに英語表現っていうのを覚えることができる。他にも歌えるようになっていくと聞こえるようにもなっていく。これって英会話の本質だったりもするので、洋楽のまあ一つ例ですけどいいところですね。なので洋楽にハマる、まあそれ以外でも全然洋画にハマるでも全然いいんですけど、まあ、とりあえず英語にハマってもう好きになってもらえたらなと思います。最後5つ目は、目に見えたものを全て英訳するということですね。まあ、英語で説明するって言った方が分かりやすいかもしれないんですけど、例えば電車に乗ってる時に目の前に広告があったとするじゃないですか。なんとかなんとかセールがあったとしたら、これセールってなんて言うんだろうとか、例えばスマートフォンを持ってたとしたら、これはスマートフォンで、このスマートフォンって何するもので、長距離の人と電話をするとか、メールができるとか、チャットができるっていうようなところを一つ一つ説明していくっていうような感じですね。これってもちろん日々の中でやってもらうのもいいんですけど、単語帳とかを使うっていうのもすごくおすすめです。例えば単語帳で出会った単語ってどういう意味ですかっていうのを英語で全部説明していく。これをやっていくとかなりストレス負荷っていうのは高いんですけど、英語をどんどんこう出していくっていう練習にすごく重要なので、ぜひトライしてみてほしいなと思います。まあ、もっともっと日常的なことを言うなら、友達との LINE とかインスタでのメッセージを全部英訳してみるっていうのはすごいと思います。意外と難しいです。なのでこれも結構面白いと思うので、ぜひやってみてください。はい、今5つ全て方法をこうご紹介したと思うんですけれども、じゃあ今すぐに何ができるのかっていうと、今日この動画を見た感想を今 YouTube の前で英語で言ってみてください。これをするだけで全然変わります。ただ聞いただけで終わる人と、聞いたものをきちんとアウトプットする人で全然これからの伸び率は変わってくるので、聞いて満足するだけじゃなくて一歩行動に起こしてみてください。もしもっともっと学びたいと思っている方は、概要欄からアイテムの LINE 登録してもらうと英会話フレーズ500を皆さんにプレゼントしているので、ぜひ LINE 登録をしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。 See ya。 今日も動画を見てくれてありがとう。英会話スクールアイテムではいつでも無料ガイダンスを実施しております。下の概要欄のリンクから飛びますので、ぜひ飛んできてください。待ってるぞ。絶対だよ。飛んだよ。